ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日は AWA の帝王になり損ねた男グレッグ・ガニアについて触れてまいります。グレッグ・ガニアは父であるバーン・ガニアの指導を受けプロレスラーとしてデビューします。同期であるリック・フレアとはデビュー直後前座戦線で頻繁に戦いました。1973年には国際プロレスに初来日しています。レスラーとして大きな転機となったのが1976年ジム・ブランゼルとハイフライヤーズを結成したことです。 AWA のタッグ戦線においては頂点を極めましたが、シングル戦線においては AWA 世界戦に何度も挑戦する機会に恵まれましたが、結局タイトルを奪取することはできませんでした。1985年 AWA の取締役に名を連ねブッカーに就任します。 WWF との興行戦争ではことごとく惨敗、規模を縮小しなんとか興行を継続するも1991年とうとう力尽きました。ヴィンス・マクマホン・ジュニアとグレッグ・ガニアの2代目対決はヴィンス・マクマホン・ジュニアの圧勝に終わりました。AWA 消滅後はプロレスで培ったコネクションを生かし三菱自動車の販売代理店として成功します。そして盟友ジム・ブランゼルと共にガニアレスリング学校を細々と続けています。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日は AWA の帝王になり損ねた男グレッグ・ガニアについて触れてまいりました。